AMD-65 は、ハンガリーがアカムを独自に改良し、ライセンス生産したアカム -63 をもとに、商工や空挺部隊及び特殊部隊用に設計したアサルトカービンである。AMD-65 の基本的な内部メカニズムは、アカム -63 と全く同一であり、重心周りの下方ハンドガードを金属製プレス加工板金で多い。 その下方に垂直フォアグリップを装着させて、フルオート連射時の制御性を向上させている。しかし、そのために、断層着脱時に断層とフォアグリップが干渉しそうになるので、必ずしも使い勝手が良いとは言えなかったため、前高を短縮化した20連発断層も生産された。さらに赤むマイナス63よりも重心長を短縮し、重厚部分には、 左右に二つずつの穴が開いた大型のフラッシュサプレッサー兼用マズルブレーキを装着しているのが最大の特徴である。また、重傷は右折りたたみ式となっており、その形状のセレクター兼安全装置の操作を折りたたみ時にも阻害しないように設計されている。ハンガリーでは当初、機械化部隊や空挺部隊へ配備されていたが、 製造コストなどの問題から AK-6、3D に更新された。その後は、コンパクトさや取り回しの良さを買われて、士官や車両、ヘリ搭乗員、特殊部隊などに配備されていたが、ライフルグレネード発射能力を与えるための改良が加えられた。 AMP-69 に更新されて退役し、カル財政喧嘩で新たに編成が進められている、アフガニスタン国家警察などに払い下げられている。ありがとうございます。